ホセ・デルガド・サルダーニャは、メキシコのプロレースラー。1994年1月3日、デビューを果たし CMLL にて、ミステル・アギラの、リングネームで活動。1997年8月、コナンが主催する、プロモアステカへ並行して参戦。11月3日、アメリカのメジャー団体である WWF にアギラの、リングネームで参戦。WWF ・ライト・ヘビー級王座。 争奪トーナメントに出場し、12月1日の準決勝では、高道の区と対戦するが敗戦した。1998年4月、パピチューロナル、マスクマンへと変更し、ルチャドールを中心としたブランドであるスーパーアストロズを中心に出場。1999年8月、初来日を果たして、道の区プロレスに参戦している。二千年二月、リングネームを エッセリオスへと変更して素顔へと戻る。同月8日には、エッセリオスとしてのデビュー戦にて、WWF ライトヘビー級王座を保持する、キルバーグに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。4月には、エディ・ゲレロや、ディーン・マレンコなどと王座をめぐり構想した。2001年より、ヒートやジャクトといった、前座番組での出場が中心となり、 8月27日の出場を最後に WWF から解雇となった。2002年5月、トリプル a a と移籍。リングネームをミステル・アギラへと戻して、フベント・ゲレーラなどと組んで出場し、早期でトップの一人となりエルソロと構想を展開。2004年、アメリカのティネに参戦。ティネ・アメリカ X カップ2004にチーム AA の 一員として出場して、優勝に貢献した。2005年10月、フルスである CMLL へと移籍。ペロ・アグアヨ・ジュニア率いるルードユニットであるロス・ペロス、デルマールの一員となる。2007年2月16日、ペロ・アグアヨ・ジュニア&、エクトール・ガルサと組んで、CMLL 世界トリオ王座を保持するアトランティス、タルサン・ボーヤウルティモ・ゲレーロに挑戦して、勝利し、 ベルトをダッシュ。4月29日には、ダミアン六百 666& ハロウィンと組んで、マキシモエル・テハのジュニアエル・サグラダから、メキシコナショナルトリオ王座ダッシュした。二千十年五月、ユニットであるロス・インバソアスに加入。七月十六日、エクトール・ガルサと組んで、CMLL 世界、タッグチーム王座を保持する、ボラドル・ジュニアラ・ソンブラに挑戦して勝利し、 ベルトをダッシュした。ありがとうございます。